順道です。また綺麗。さあ、本日はですね、勝負だーお、バーサス大食いしたいと思います。あー、やったー。毎度おなじみ、バーサス大食いということで、はい、あるテーマのものを決めて、お互いに食べさせ合って、食べれなくなった方が負けっていう、オリジナルゲームでございます。でもね、これよく考えると、おごりなんですよ、毎回。そうなの、養っております。だから、ちょっとだけ勝ってるんですよ。そうなの、お互いに、ね、実は今日は1回交代でゲームをして、出たもので食べさせられて。出たもの、こちらです。どうぞ。本日はこれで戦います。はい、ガシャポンマシーン。こちらガシャポンマシーンです。これ売ってんの？そうなの、売ってんの。もうすでに組み立てております。こちらでございます。ガチャガチャで勝負したい。あ、いいよ。中にちょっととある景品を入れます。それで出たものを相手に食わせるゲームをやります。まだ何にも入ってなくない？そう、まだカプセルしか入ってない。そうだよね。で、中に入れる景品、はい、こちらでございます。はい、こちらアンパンマンセット。あー、なるほどな。なるほどな。わかった。登場人物をほぼ食べ物だもんな。そういうことです。こちらですね、皆さんご存知アンパンマンなんですが、はい、アンパンマンのキャラクターっていっぱいで、まあここにいるやつ紹介すると、アンパンマン、メロンパンナちゃん、カレーパンマン、食パンマンとかいろんなパンの仲間がいるんです。はい、そうですね。ということで、本日このアンパンマンのキャラクターを景品に入れます。で、景品に入れて出たパンを相手に食べさせるゲームをやりたいと思います。おでもさ、質問したいんだけど。なんですか？バイキンマン出たらバイキン食べるの？ウイルスは食いません。あ、ウイルス食べないから。よかったー。あの、心配だった。そう、一応ね、ドキンちゃんとかバイキンマン入ってるんですが、これは今回パスということで。あ、わかった、よかったわ。バイキンマンとかドキンちゃんが出た場合、うん、パスなんで、うん、食わせることができません。だからそのターン、損します。わかりました。はい、じゃちょっとカプセル入れるようになってください。はい、こちらもいます。ほら、こんな感じでキャラクターのフィギュアがあります。これが出たら、このパンを食べます。キャラカプセルに詰めていくの悪の手先感ない？確かに。なんか俺すげえ悪いことしてるみたいな。こういうお話あるもんな。あるある。え？天丼マン天丼マンは詰めらんないでしょ。いや、あの一つここでお知らせがあって、はい、もうほんと天丼マンも入れたかったんだけど、セットの中に天丼マンが入ってなかったの。ああ。で、天丼マン単品で2個買ったんだけど、めちゃくちゃでかい天丼マン来たんだよね。え？ネットで買った？ネットで買った。正解です。僕の発注ミスで天丼マンすっげーでかいの来たんですよ。最近知ってる？ YouTube で天丼マンが異常なものがやってる。増えたり減ったりするやつだろ。やっぱ知ってるんだ。見てるよ。やっぱ見ちゃうよね、あれ。そういうシュールなのも好きなんだよ。そう。いや、あれ俺もおすすめ出てきてさ、これは仲間に入れてあげないと。で、たまたまご視聴者さんからいただいたこの天丼の消しゴムが家にあったんで。なんでだよ。かわいいの、動画で使ってねってお手紙書いたから。じゃあこちらで使わせていただきます。だから、この天丼マンに関してはこの天丼の消しゴムが出たら天丼で。天丼あるんだ。ある。よし、まあちょっと余っちゃったんですけど、はい、2周目いったらこれ入れます。あ、そうね、そうしよう。購入。カプセル完成しました。一応ルールをおさらいすると、出たカプセルのキャラを相手に食べさせる。カレーパンマンが出たらカレーパンを相手に食べさせるね。そういうこと。はいはい。じゃあ早速アンパンマンのキャラ出たものを食べさせる VS 大食いガチャやっていきましょう。いや、先攻後攻どっちが先に終わっても負けにするんで、どっちかが倒れた時点で終了。終了。じゃあ、はいはい。よっしゃー。うわー、先攻いただきました。よし、じゃあ早速やっていきましょう。1個目、かかってこい。出た。いや、天丼以外で頼む。はい、1個目、これが出ました。もう見えてますが、オープン、アンパンマーン。1個目、早速アンパンマンが出ました。アンパン重てえな。アンパン。じゃあ、ということで1個目、まあちょっと小さめのアンパンいただいてください。アンパン、いただきます。中までぎっしり。牛乳欲しくなるね。あー、わかる。牛乳マンいないからごめんね。牛乳マン。あ、でもなんか腹ペコに糖分がいいね。うんうん、起きた。あ、顔。よし、早いね。ごちそうさまでした。完食。何個もいけそうだね、この感じだと。全然余裕。これ食べたうちに入んね。ダメだよ、アンパンマンがくれたんだから。食べたうちに入って。俺アンパンマン一人じゃ足りない。やばいな。贅沢なやついるな。うわっうわっうわっ。天丼でーす。そうや、終盤のやつじゃん。
天丼マンです。はい、こちら穴子とエビの天丼です。序盤から必殺使うタイプだ。やっぱ変身中を狙うのが一番いいんじゃないかな。お前悪役じゃん。やばいな、いきなり天丼は。いただきます。なんかうまい。うん、うまっ。はい、ごちそうさま。まだ食べれますか。いや、半分ぐらいはこれで埋まった。いきます。うわぁ、なに、これはきつい。食パンマン。食パンなんて余裕じゃない。うわっ、買ったことないよ俺それ。はい、超熟の2枚切りの食パンです。これキーペさせてよこれ。ジャムおじさんとセットでしょうかこれは。確かにな。いやこれも多分天丼ぐらいきついと思う。いやマジか。いや今日ちょっとペース早いね。はい、いただきます。いやすごい寂しいよこれ。確かにな、なんかね。やばいね。ふんわりと香るでしょ、小麦の味が。小麦本来の味しかせん。そうだよな、そうだよな。超熟ですからね、余計なもの入れてないんだって。入れて信じらんないぐらい腹くれるな。あ、出た出た出た、こちら。あ、またあった。メロンパンナちゃんというわけでメロンパンですかね。あ、メロンパン、メロンパン、いただきます。はい、どうぞ。いや、でも天丼食ってからメロンパン食うのはさすがに人生初。ちょっと違うな、それは。浅草観光だと思えばいけるわ。ここは浅草。ゴーン、いただきます。うん、うまい。はい、完食。はい、クリームパンダちゃん。クリームパン、いただきます。どうですか、久々にクリームパンは。うまい。やばマジ、これ考えた人天才だな。今こいつ何個しか褒めるよ。マジ、何でも天才になれる今なら。いや、ちょろいよ今。いや、進むね。幸せ。よし、ごちそうさまでした。じゃあ、今出てないのはカレーパンマンとかかな。カレーパンちょっと食いたいわ。カレーパン出るかな。え、すごい、カレーパンマン、よっしゃー。え、すごー、劣っちゃったよ。ナイス、イエーイ。カレーチーズマン、ちょ、ごめんね、チーズのやつしかなかった。え、犬混じってますよそれ。犬入り。いただきます。うん、うまい。めっちゃうそ。いや、早っ。よし、完食。はい、いや、カレーパンうまかったわ。いや、パス頼む。アンパンマン。おい、嘘だろ。あ、甘い縛りだね。アンパン、食パン、クリームパン、アンパンはやばいだろ。変色だろ。やっぱ同じやつ。いただきます。ごまんま。うん、素晴らしい。私のターン、オープン。これやばい。食パンが一番やべえよ。うまいけどやべえ。いやだからジャムおじさんか名犬チーズがいないとダメなんだって。うん、多分入ってんじゃない。え、ジャムおじさんだったらジャム食わされるの。わかんないかもしんない。怖くなってきたんだけど。え、よし、完食。あー、よく食べたね。いや、これ食パンマン次引いたらもう絶対終わりだ。終わり。いきます。勝ったか、これは。ちょうど噂してたやつが出たね。こちらです。ジャムおじさん。ジャムおじさんが出ました。これジャムおじさん、何おじさんですか。ジャムおじさんで、ジャムという食品はあるよ。おい、嘘だろ。なんでデカ瓶の方なんだよ。おかしいだろ。
じゃあそのままって大丈夫なやつ。ブルーベリー実感弱糖度45度高っ。これが言ってたやべえやつ。つぶつぶブルーベリージャム。やべえ。ありますね。いやゼリー食ってるよ。食べる？絶対やだ。ちょっと。あ、うまいじゃん。うまいよ。めっちゃうまいじゃんこれ。食パンマンと一緒にいただきたかったよ。俺今食パンマンの後だからめっちゃうまいよこれ。でも甘きっつって感じじゃないね。マジそっち側だから言えんだから。それはなんでこれ買ってきちゃったんだよ。一個だけだから。栄養成分表示が 20g で1食になってるよ。何グラム入ってんの。340g。 17回もある。誰ですか、人見つけるタイプの。誰ですか。誰ですか。17食なんですよ。いやもう使ったらやめていいよ。もう腹減ってきた。絶対返すから。もう絶対返すからこれ。本気出してきてんだよね。すごい、いってる。うわ、いったわ。マジでもう勝ったと思ってたもん。はい、完食。すごい、それはすごい。ほら、大してやるよ。アンパンマン。しゃぶねー。いや、もうそろそろだいぶ終盤だよ、これ。いや、ジャム出たら終わりなんよ、普通。いただきます。アンパンうまっ。それやってよ、一番最初。いや、アンパンうまっ。いや、でも美味しいよね。うん、めっちゃうまいな、アンパン。せっかくジャム食ったらいい。はい、アンパン完食。パス以外だったら俺勝てる可能性かなり高い。パス。やっ、あっ、バイキンマン。お前持ってんな。ありがとう、バイキンマン。いや、ピロリ菌からサルモレナ菌までいろいろありますけど。無理だ。やんないっつったじゃん、それ。やりません。よし。いや、待ってね、まだね、やばいのって、天丼もまだあっていくから、食パンもあっていくから。頼む。オープン。メロンパンなっちゃん。メロンパンならいけるぞ。食べ終わってから言えって。これはメロンパンならいけるぞ。あ、いただきます。いや、やっぱメロンパンは楽な部類だわ。いやいや、やばいよ、多分もうこの中相当詰まってるよね。いやー、なんでそんな食べちゃうの。おっしゃ、完食。うわ、マジか。いや、これで発明戦いかなきゃ勝てる気がする。いくぜ、とどめだ。ありがとう、もとき。オープン。食パンマン。尺考えた方がいい。え、いけんの。マジで、マジで、嘘だろ。いただきます。嘘だ、お前これ食えんの。やばい、これ勝負の目してる。やばい。お前ジャブ一瓶食ったら4枚ぐらい食パン食わないとバランス取れねえだろ。あれ、ちょっと待って、これきついかもしんない。いや、これ無理だな。無理。おたき、ギブアップですか。ギブアップ。ギブアップ。やったー。そりゃそうだよな。いや、でもよく1枚いったよ、そっから。はい、ということでですね、本日の勝負、僕の勝ちでーす。はい、僕の勝ちです。まあ、最後に何食べたかおさらいすると、うなほは天丼食べて、メロンパン食べて、カレーパン食べて、食パン食べて、アンパン食べて、メロンパン食べました。もときはアンパン食べて、食パン食べて、クリームパン食べて、アンパン食べて、ジャム食べて、パスして食パン食べました。なるほど。で、半分食べてギブアップと。はい、ギブアップでーす。ちなみに何が残ってたか気になるでしょ。あ、気になる。まあ、残りもうだいぶ少なかったので、まあ、メロンパンだったので、カレーパンマンのカレーパンもあと2つ残って、はいはいはい、おむすびマンってのも実は入ってます。あー、そう、これがおむすび、まあおにぎりだけど、はいはいはい、天丼マンが実はあともう1個入ってます、うん、まあまあまあ、これ天丼ね。もう1個言ってたらやべえの、うん、え、チーズじゃん。チーズ出たらこれ食うことになった。それはおかしいぜ。
よかったね、チーズ買ってパンとセットだって、それは動画見てくれてありがとう。